中小路健後4月11日帯は、日本の政治家、京都府長岡教師長、元京都府議会議員、京都府長岡教師生まれ、長岡教師立長岡第五小学校、長岡教師立長岡第四中学校、京都府立西男二高等学校、同志社大学法学部政治学科卒業、同志社大学大学院総合政策科学、研究科修士課程修了、 大学院終了後、民主党の前原誠治衆議院議員の秘書を務める。2003年、京都府議会議員選挙に、長岡教師、お得に軍選挙区から民主党公認で出馬し、初当選した。以後、3期11年にわたり、京都府議会議員を務め、2012年3月から2014年2月まで、民主党京都府総支部連合会幹事長。2014年10月、 民主党を離党し、同年11月に長岡京市長選挙に出馬する意向を表明。11月5日、京都府議会で辞職願いを提出し、許可された。2015年1月14日投開票の長岡京市長選挙に無所属で立候補。自民党、公明党の推薦を受けた前、長岡京市議会議長の富岡博共産党推薦の女性新人らに候補を破り、 当選した。同年1月18日、市長就任。2019年1月の市長選では大差で再生を果たした。ありがとうございます。